メリーノ、肩を骨折し2ヶ月の離脱になってしまう。ミケル・メリーノは、アーセナルでの最初のトレーニングセッションで肩を骨折し、2ヶ月近く欠場することになりそうだ。メリーノが10月の国際試合の休み後に復帰するチャンスがあることを期待している。おいおいメリーノマジですか。メリーノ2ヶ月離脱で大打つ。メリーノ2ヶ月不在は痛すぎる。なんで、アーセナルに入った選手はまず怪我するんや。メリーノ2ヶ月の離脱は大きすぎる。筋肉系とかじゃなくて練習中にガブリエルに乗っかられての肩の故障だからな。昨シーズンはティンバー、今シーズンはメリーノ校も新戦力が移籍してくると同時に怪我って何の呪いですか。メリーノが復帰するまでの10月までトーマス・ジョルジ・ハバーツ IH 起用のためのジェズスが怪我しないとかありえるのかな。ライスは心配してないけど。メリーノ復帰までにトーマスがいなくなんなければ戦力的には問題ない気がするけど中盤の疲労がヤバくなりそう。冨安は先に復帰してくれるよね。